はい、おはようございます。ダンサー兼ビデオグラファーフォトグラファーのドゥです。こちらのチャンネルではカメラ、レンズ、カメラ機材等のレビューであったり撮影についての様々な情報を発信しておりますのでチャンネル登録の方ぜひお願いいたします。はい、というわけでね、いきなり作例の方をね見ていただきました。あの作例は、今回ご紹介するこちらの、XF の 50mmF1.0 のレンズと、まあ、あのボディの方が XT4、 富士フイルムの XT4、 このセットでね撮ってきた作例になるんですけれども、今日の動画はこのレンズですね、 50mmF1.0 をレビューしていきたいなと思っております。で、簡単にねスペックの方を紹介したいなと思います。ちょっとカンペを見ながらいきます。で、スペックの方が、これが AFMF マニュアルフォーカスもオートフォーカスも両方使えるレンズになってますね。で、 50mm なので、フルサイズ換算でいうところの 75mm 中望遠域のレンズです。で、最短撮影距離が 0.7m なので、まあそんなにね近くまでは寄れないかなっていう感じですね。で、開放 F 値が F1.0 なのでかなり明るく撮れます。で、防塵防滴がついていて、フィルター径が 77mm で、レンズの大きさが、87mm かけることの 103.5mm なので、まあこんな感じの大きさですね。で、重さの方が 845g という形になっております。重さもねかなりありますね。しっかり重たいレンズです。はい、というわけで、このねレンズのいいところっていうのを、まあ、お伝えしたいなと思うんですけれども、もうねこれはあのこの大きさと重さとの引き換えで、得られてるものっていうのがあって、それがもう開放 F 値の F1.0 っていう明るさですね。で、さらに画質すごくいい写りします。で、それと美しいボケです。もうボケもねすごく綺麗なボケをしているので、この辺ねはやっぱりこの大きさ重さとの引き換えで、得られてるものだなっていうのはすごく感じます。はい。で、良くない点っていうのもまあもちろんあってですね、まあその重さ大きさっていうのが、もう大きいレンズがまずダメっていう人はね使えないと思います。かなり重たいし大きいので。で、あと AF ですね、オートフォーカス自体は、正確に動いてくれるんですけども、スピード的に言うとそんなに速くはないかなっていうのと、あとちょっとね音がうるさいかなと。新しい、これもそんなに古いレンズじゃないんですけども、新しめのレンズにしてはちょっと音がうるさいかなっていう気はしてます。よいしょ、オートフォーカス聞こえるかな。こういう感じでね、ちょっとギコギコ、音は鳴っております。まあね、写真撮ったりするときにそこまで気になるかといったら私は気にならないですし、映像もね、まあ映像をマイク、ボディ内のマイクで撮るんだったら多少これはやっぱりちょっと気になってくるかなと思うんですけれども、私マイク自体はね、このボディのマイクを使うことっていうのはほとんどないので、まあレンズが多少鳴ってもそこまで気にはしないかなっていうところでございます。という感じで、ちょっとね写真の作例の方も、何枚か見ていただこうかなと思います。どうぞ。作例の方を見ていただきました。いかがだったでしょうか。私ねこのレンズいつもはどういう感じで使ってるかっていうと、その映像作品を撮って、まあ富士で映像を撮っている時っていうのはだいたい1655をやっぱり使うんですよね。1655の F2.8、
あれも本当にいいレンズでブリージングも少なくて映像を撮るのにも使いやすいんですよ。で使ってて、でやっぱこう一個ね強烈なボケだったりなんかこう雰囲気をバッと変えて撮りたいなっていう時にこの 50mm を使うんですよ。そうするとこうそこがね一気にこう雰囲気が変わってめちゃめちゃね作品が締まるので、そういう点で、この50mm 使ってたんですけれども、今回あの新宿で撮った映像もそうですけれども、もう全編 50mm で撮ってみた、意外と良かったなと思ってます。なんで今まではこうちょっとピンポイント使いっていう感じで、まあ本当にね結構高いレンズなんでピンポイント使いだけしかしないってやっぱもったいないなと思いながら、まあちょっとねピンポイント使いをしてたんですけれども、今回その 50mm でスナップにもあんまりまあ向いてないかなと思ったんですよね。中望遠だしで近くにも寄れないしっていうので、ただ撮ってみたらやっぱり面白いんですよ。なんでスナップにも使えるし、なんだったらこれでね前編撮った映像もなかなかいい感じに撮れてたので、なんだかんだ使いやすいレンズかもしれないなと思って、ちょっと考えをね改めたりしているところです。はい、というわけで、こちら 50mm の F1.0 の、レンズの、レビューのまとめをしていきたいと思います。まずねやっぱり開放が F1.0 っていう明るさですよね。この 1.0 でさらに AF が使えるっていうのがすごく大きいかなと思います。 1.0 で AF 使えるレンズってそんなにね数多くないと思うので、その辺はすごくいい点だなと思ってます。で写りに関しても、そんなにめちゃめちゃ解像感バキバキかっていうとそうでもないんですよね。その 33mm とかと新しい XF の 33mm とかと比べるとそこまで解像バキバキっていうほどではないんですけれども、まあねかなり、シャープには映ります。なのですごくバランスがいいかなと思ってます。富士フイルムらしい写りもありながら、解像もちゃんとしてくれると。ですごいねしっとりした写りもしますし、本当に富士フイルムらしい富士のレンズらしいねレンズなんじゃないかなと私は思ってます、うん、でボケ感もすごく綺麗で、やっぱりポートレートを撮ったりするのに中望遠ということで向いてるレンズかなと。なんでこの大きさと重さとまあ値段とですよねの辺がクリアできるっていう方は、でポートレート撮るのが好きっていう人はね、このレンズ本当にねすごくおすすめなので、ぜひね一度試してみていただければなと思います。はい、というわけで、本日の動画はこちらの XF の 50mmF1.0 のレンズのレビューでした。ありがとうございます。この動画が良かったよ、参考になったよって方はグッドボタン、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それではありがとうございました。さよなら、バイバイ。よいしょ。はい、というわけでね、ここからは雑談でございます。で、この、ね、紹介した 50mm とかも本当めちゃめちゃいいレンズですごく気に入ってるんですけれども、もうね、1655とこの 50mm と XF の 33mm、 もうねこれだけあれば実際他にレンズいらないななんてね思ってたんですけども、最近 XF の 90mm ちょっといいなと思っててあれに興味が今湧いてるんですよね。もしお持ちの方がいらっしゃったら XF90mm いいですよとか、あんまり良くないですよとかあればね、ちょっとご意見いただければ、嬉しいなと思います。はい、それではありがとうございました。さよなら。